Wikipedia English writes as follows: The King of Na Gold Seal is a solid gold seal discovered in the year seventeen eighty four on Shikanoshima Island in Fukuoka Prefecture, Japan. The seal is designated as a national treasure of Japan the seal is believed to have been cast in china and bestowed by emperor guangwu of han upon a diplomatic official envoy visiting from japan in the year 57 c.e. the five chinese characters appearing under the seal identify it as the seal of the king of the na state of the wa. Or Japan, a vassal state of the Han Dynasty. The seal is currently in the collection of the Fukuoka City Museum in Fukuoka, Japan. I Hiroshiyoshi claim here in this video that the Na state of Wa or Japan is Inano kuni, as can be read literally in the seal, since there is. No other way to read it, but Ina and there was no identical state in the history a state whose name was na, and Inanokuni is a state in Ina basin where Inanna, the Sumerian deity was born and raised up. 現在の福岡県鹿の島から1784年一つの金印が見つかりました。現在日本の国宝です。で、その金印には、イナーの国と刻印されていました。イナーの国です。それ以外の読み方はありません。が、この日本では大変おかしなことに、そうした事実をねじ曲げて、和の名の国と呼んでいます。 な、つまり日本のなという地方国家のことであるとです。そして恥ずかしげもなく中国の間に忠誠を誓った和国、つまり日本に与えられた金印であると。つまり57年にはすでに縄文時代の日本は中国の属国であったというわけです。が、ななる地方は存在しませんでした。 少なくとも中国へ渡り、金印を授かるほどの国、名は存在しませんでした。あれこれ議論されているようですが、そうした不毛な議論には意味がありません。金印に書いてある、イナーの国というのは、イナーの国なのです。現在の長野県から山梨県に至る、イナ地方のイナーの 国なのです。その証拠の一つが、長野県血の市で見つかった、縄文ヴィーナスなる土偶です。つまり私、林博士が、イナンナ・イスタールと判断した、縄文ヴィーナスです。その事実を、この動画を通して、皆さんに証拠を添えて証明します。広し林、ハママ・シティ・ジャパン。 まず皆さんを現在の福岡県鹿の島に案内します。この鹿の島で金印が発見されました。そしてその研究結果によりですね、日本という国は縄文時代の57年にすでに中国の属国であったというわけです。が本当にそうでしょうかこれがその鹿の島で発見された 金印で,で、すその金印のまず表面を見ていただきたいんですけども、これは似ているというだけですけどもね、えー、右が山梨県甲府で見つかっている道具です。まあ、表現の仕方が似ているということで取り上げてみました。そしてこの金印はですね、上から見ると、まあ、奇妙な顔に見えます。まあ、表現の仕方に注意してください。でこれは まあ、ヘビーということになっていますけども、私は、まあ、トカゲではないかと思います。が、それはこの動画の中では重要なポイントではありません。ともかくもここに奇妙な顔のようなものが見えるということです、まあ。そのようにも見えるかもしれないということですけども、右はスウェーデンのゴットランドで見つかったブローチです、えー。UFO の内部であると私、林博は判断しました。その中に二人の まあ et が彫り込まれています。これがその顔です。上から見たところです。その顔とどこか似ているのではないかと思います。これも似ているか,か,かもしれないというレベルの話ということになります。これも今日のポイントではありません。まあ似ているなというふうに思っていただければ、それで結構です。で、まあそういったところからですね、この金印にはもっと奥深い 謎が隠されているのではないかと、私、林博士は判断しました。で、この金印をもう一度見ていただきたいんですけど、もう一人似てる人がいるんですね。これがシュメールで発見されたイナンナ・イシュタール像です。シュメールではイナンナと呼ばれていました。この顔と比較してみてください。どこか似ているっていう感じがしますね。 ま、似ているかなというレベルの話かもしれません。で、このシュベルで発見されたイナンナ、イシュタール像ですけども、左の下にそれがあります。もう一度この像を見てください。この像の、まあ、額のところにですね、奇妙な渦巻きが描かれています。これは、現地の高校学者の先生たちによってですね、シュベルの女神イナンナであると断定されています。 この額のところに渦巻き模様があります。この渦巻き模様に注意してください。これと同じものが、先ほど言いました、稲の里にあるわけですね。で、右が、えー、小東、千の市の小東で見つかった縄文ビーナスですけども、同じ模様が描かれています。渦巻きです。なあち、稲の石田あるのシンボルマークです。 比較してみてください。すなわち、左がイナンナ・イシタールであるから、まあ、右もイナンナ・イシタールということになります。まあ、こうした証拠を、まあ、いくつか積み重ねて、縄文、ヴィーナスイコールイナンナ説を私は取り上げました。右は、甲府で見つかっています、ブーツですね。そのブーツにも、やはり同じような、まあ、渦巻きが描かれています。こうしてつながっていくわけです。 まあ、つまり、左がイナンナ・イシタールですから、中央もイナンナ・イシタールということになります。そして右はイナンナ・イシタールの、まあ、所有アイテムということになります。えー、縄文ビーナスなる縄文イナンナです、えー。この縄文イナンナは、その地方の縄文土偶と繋がっていきます。縄文土偶です。目の 上がですね、ちょうどカモメが飛んでるかのようにポコンポコンとなっている点に注意してください。そして右下がイナンナ・イシュタールです。エジプトではマリと呼ばれていました。えー、そして左が以前はですね、リリトと言われていましたけども、リリトではなくてイナンナ・イシュタールです。そして右のアーティファクトもペルシア周辺で見つかっています。イナンナ・イシュタールです。 えー、縄文、イナンナとコンセプトが同じである点に注意してください。異様に太い腰ですね。えー、縄文、イナンナの方は歩行補助装置をつけています。そして極めつけはこのアーティファクトです。で、このアーティファクトも、そして縄文、イナンナもマスク、仮面をかぶっています。その仮面を除いて比較してみてください。 全く同じであるということですね。なあち、みんな、いなんな、いしたあるですから、左も、いなんな、いしたあるということになります。まあ、注意深くご覧ください。そして、これが決定的な証拠ということになります。補足しておきます。日本の神々はですね、そうして、みな、 歩行補助装置を身につけていました。この地上ではですね、その歩行補助装置なくしては歩くことができなかったからです。えー、車高機道具もその歩行補助装置を身につけていました。まあ、ハイヒール型、そして右のローヒール型ということになるわけです。そして、縄文イナンナもやはり歩行補助装置を身につけていました。こうして比べていただくとわかりますように、皆同じ 歩行補助装置をつけていたということになります。右が、やはり、長野県知能市で見つかっている、えー、縄文の女神です。で、くっつけてみますと、全く同じなんですね。で、左二つがハイヒール型。そして、右がローヒール型ということになります。そして、ローヒール型、イコール、えー、社機道具の足ということになります。えつまり、同じ歩行補助装置をつけていたということになります。 バビロニアのイナンナ・イシュタールと日本の縄文・イナンナの足の太さが違うのはそのためです繰り返しになりますが重要なポイントですから確認してください縄文・イナンナですみんなバビロニア周辺で見つかっているイナンナ・イシュタール像です 頭の上の、まあ、ヘルメットのコンセプトが同じ。それから目の上がカモメ、目になっている点に注意してください。イナンナ・イシタールですね。そしてこの部分は、まあ、仮面であるということです。その証拠がですね、まあ、これがあの、ウルクにもこれと同じ像がありますけども、イナンナ・イシタールですけども、その模式図が発見されています。 右がその模式図なんですけども、この頭の後ろに、いわゆるヘルメットを止めるですね、バンドがある点に注意してください。すなわち、これは仮面であるということですね。お面だということです。ですから、えー、縄文イナンナの、まあ、顔もですね、よく見ると、中に鋭角に彫り込んであるのがわかります。つまり仮面だということですね。まあ、つまり古代の女神たちは、このような仮面を被っていたということです。 ですから顔だけは違うわけですね。で、金印に話を戻します。で、この金印にはですね、那の国と書いてあります。中国人の方に確かめましたけども、那以外に読み方はないそうです。その金印には、んのイ、い、いですよ、これ。どう読んでもいいですよ。なです。那です。国です。 王ですね。稲の国王と書いてあります。で、これをですね、漢からナの国王へと読むから話がおかしくなるわけです。逆じゃないでしょうか。漢へナの国王よりとも読めるわけです。で、皆さんをナの国へ案内します。まさに縄文銀山があった 甲府、その周辺ということになります。縄文、イナンナは、この小東というところで発見されました。稲地方です。縄文、イナンナです。つまり、ここが日本の本拠地であったということになります。57年頃には、日本の本拠地であったということになります。 続く動画の中でそれを詳しく説明します。Bye for now! Long, long time ago, here in Japan, there used to be a country called 稲の国 .Today's story is about the mystery of 稲の国。江戸時代、天明年間1784年、現在の福岡市東区東賀島で1個の金印が発見されました。後に金印と呼ばれる純金製の黄印です。 現在その禁印は1931年に国法保存法に基づく国法に指定され、さらに1954年文化財保護法に基づく国法に指定されています。で、その禁印には、官の和の名の国王院と刻印されています。ここが重要です。官の和の名の国王院です。中学生や高校生が使う教科書にもそのように書いてあります。 意味は、行為の因であることから、この禁印は、和の名の国王、すなわち、和国王に与えられたものであるというのが一般説のようです。が、禁印に刻印されている漢字をそのまま読めば、漢、那の国王ということになります。那の国王です。どう読んでも、和の名の国王とは読めません。漢字そのものが違います。 が、これについて、日本の考古学者の先生たちは、い、つまり委員会のいは、和、つまり和国の和の略字、もしくは原字であると説明しています。原字原字という言葉があることさえ私は知りませんでした。減る字と書きます。それはともかくも、和という漢字は原字にしなければならないほど複雑な漢字ではありません。ただの人弁です。 つまり、和という字を簡略したのが、いであると。が本当にそうでしょうかどうして、いなと素直にそのまま読まないのでしょうかあるいは、いなと読んだら何かまずいことでもあると言うのでしょうかさらにどうして、和と読むことにそうまでこだわるのでしょうか仮に百歩譲って、和と読むとしても、その次のなはどうなのでしょうか和のなのと。 和国のことであるなら、なという文字は必要なかったはずです。私、林博士の説とは全く違います。金印に書かれている文字は、そのまま、イナの国、つまり、イナンナのイナの国と読みます。そうです。イナンナのイナの国です。金印には、稲の国と書かれていたのです。その証拠をこれから皆さんにお見せします。遠い遠い昔、この日本には、 神々の統治するイナの国があったのです。もちろんその国王はイナナでした。繰り返します。金印には和の名の国王ではなく、ナ国王と記されていたのです。広島市浜間市ティジャパン。では画面を見ながら説明します。右側が 山梨県、左側が長野県ということになります。右下に見える盆地って言いますかね。平野が甲府盆地です。そして左側が稲盆地ということになります。そしてその西にエナ山があります。縄文稲穴です。左右の像は、土偶は、バビロニア周辺で見つかっている土偶です。コンセプトが同じです。そして右のようなアーティファクトも見つかっています。 この両者は全く同じです。また、この両者は仮面、マスクを被っています。その証拠も後でお見せいたします。これが金印です。福岡市東区の東島で見つかった金印です。で、この金印についてですね、先ほども言いましたように、学説によれば、漢の和の名の国王と読むのだそうです。しかし、二番目の漢字、 いという字は逆立ちしても和とは読めないんです。無理に和と読んでるわけですね。こういうのをこじつけと言います。すなわち、人弁をまあ省略したというわけです。そして、漢の和の名の国王と読むというわけです。ところが、いは二世ですよね。いって読むんですね。ぬうって。うは一世ですから、ううっ読むんですね。まあ、あのー、 カン、の、かん、い国王と、素直に呼べば誰だって、そう読めるわけです。で、もう一度、この、えー、いな、黄色い丸で囲んだイナ、まあ、イナ地方って言ってよいんでしょうかね。まあ、イナなんのイナということになります。このあたりからは、こうした土偶が多数見つかっています。そして、その作り方のコンセプトは、みな同じです。なあち、縄文人たちは、女神の像を作ったわけですね。現地では、 隣のお姉ちゃんやおばちゃんの顔を作ったと説明しています。とんでもない。女神の像を作っていたのです。ですから皆コンセプトが同じですね。目が釣り上がって、カモメメをしています。そしてこれがシュ,ナシ,ュシュメールで見つかった女神、イナンナ像です。このイナンナ像の頭部を見てください。渦巻き模様があります。イナンナのシンボルマークです。 同じマークが、縄文、イナンナの側面、側頭部にも描かれています。すなわち、ナ,ナ、すなわち、女神であるということをこのような形で示しています。こうした渦巻き模様は、その都度ポイント的に使われています。こうして、締めると、いわゆる、山梨県、長野県とは深く結びついているということですね。さらに、縄文、イナンナについて説明します。 左右にお見せしているのが、やはり、バビロニア、メソポタミア、周辺で見つかっている土偶です。イシュタルシュ、ま。シュメールではイナンナですけども、バビロニア、メソポタミアではイシュタルと呼ばれていました。ですから、イナンナ、イシュタールというふうに記されていることが多いです。そして、この、なんて言いますか、独特なボディーラインですね、が、一致します。 ま、左右にあるのは、これは、インダスバリー周辺で見つかっている、テラコッタ、すなわち、セラミックですね。土偶です。比べてみてください。ま、同じだというふうに見ますね。足だけは違うのは、縄文イナンナは、歩行補助装置を身につけています。これが縄文イナンナです。 右がバビロニアで見つかっているアーティファクトです。ヘルメットの作り方が同じであることに注意してください。すなわち、縄文イナンナはイナンナ自身であるということになります。となりますと皆さんは顔が違うではないかとおっしゃるかもしれません。これはイシタール像です。イナンナイシタール像です。 これはオーバーオールヘルメットです。そのヘルメットの顔の部分だけのアーティファクトも見つかっています。ほっぺたの作り方、細部に至るまで同じなんですね。鼻が潰れているところまで同じというのは大変興味深いです。そして目の中を見ていただきたいんですけども、目の中に目があります。ならち、これはマスクであることを示します。 オーバーロールヘルメットです。まあ、このような独特な目をしていました。なあち、イナンナ・イシュタールはこのようなマスクをかぶっていたということですね。そしてその証拠がこの図の中に示されていました。これはアタゴさんという方が見つけられたことです。頭の後ろに マスクバンドがあるのがわかります。これは同じく長野県の地市の,の小東菓で見つかった仮面の女神のコンセプトと同じです。仮面の女神も頭の後ろに紐をつけています。これが仮面の女神です。三角頭です。そして頭が横から見ると長いのに 皆さんもお気づきになると思います。右がシュメールのイナンナ像です。同じような頭の形をしているところに注意してください。なあち、左の縄文の女神は仮面を被ったイナンナ像ということになります。いわゆるまあ、釣り上がった目。 というコンセプトも同じですね。なあち、左の仮面は社、社光仮面ということになります。まあ、光を遮るわけですね。まあ、どういうわけだか、古代の神々は、光に弱かったようです。中央下が、これが法隆寺に残っています、侍像です。これらは皆、同じ、まあ、共通点を持った神々であるということになります。 左下は、これはセルビアのヴィンガで見つかった土偶です。シュメールのイナンナ像です。右が、蝶文女神の女神ですね。仮面の女神ですね。長野ジャパンです。まあ、比べていただくとわかりますように、まあ、同じと見て良いんで、読いのではないでしょうか。 中深くご覧ください。まあ、遮光器ってことになりますね。そして今言いましたように、左が、えー、ビンカ、セルビアのビンカで見つかった土偶です。こんな、なんて言いますか、穴が開いている点まで同じ。そして逆三角形だということですね。足の太さが違う。 ではないかと考えられる方もいらっしゃるかもしれませんけれども別のところで証明しましたが右の仮面の女神は歩行補助装置をつけています青森県で見つかっている遮光器土偶もやはり同じコンセプトで作られています特に注意していただきたいのはこのへその作り方です酷似していますまあおへそにこだわったわけですね 理由は今のところわかりません。さらに事実が続きます。ウルク。いわゆるギルガメッシュ物語の舞台となったウルクですけども、そこの一角にはこのような、まあ、レリーフが残っています。イナンナ・イン・ウルク。ということになります。 イスタールですね。このウルクには、ウルクはイスタールのまあ本拠地ということになります。で、このようなレリーフが彫り込んであります。右がイスタール像です。壺を抱えています。つまり、ウルクはイスタールと大変関係の深い言いますが、イスタールの本拠地が ウルクということになります。この、イシュタール。いやまあ、エジプトではマリですね。それからヘブライ語ではマリアとなります。その一角にエアナという地域があります。ウルクの一角にエアナという地域がありますが、そのエアナは、このウルクの町から離れ、そして城壁に囲まれていました。エアナ。 つまり、イナンナの居住区です。エアナ、エアナ、もうおかしですね。音だけを聞きましても、エナザンのエアナ,エナに通じます。なわち、イナンナ、そしてイナとつながり、エアナ、エナザンとつながるわけです。結論です。か定て、 山梨県と長野県にまた、またがって、イナンナのイナ国がありました。それで、カンのイナ国王と書かれたわけです。すが、考古学者の先生たちは、人弁を現地したと。そして、カンの和の名の国王と読むのが正しいと。そのようにこじつけていらっしゃいます。 いかがですか中央が縄文ヴィーナスです。左がイシュタール像です。右もイシュタール像です。左下はイナンナ像ですね。それから右がシメルのイナンナ像です。中央が仮面の女神です。そしてセルベアのビンカで同じ像が見つかっています。このように日本の土偶、すなわちイナンナは 世界とつながっている、いたということになります。ですから、稲の国があったところで不思議ではないということですね。全く不思議ではないということです。稲の国、稲旦那の稲の国ということになります。これが私の金印の文字の読み方です。bye for now. Hello, this is Hiroshiyashi, Hamama City, Japan, a mystery of a ghost seal, masochism of Japanese ecology. Today's story is about a very mysterious seal found in Shigajima of Kyushu Island by a farmer living in the island. About most probably in 1784, approximately 230 years ago, it was found since then dispute after dispute about the mystery of the gold seal who and when gave the seal to whom. it has got five chinese characters which indicate han the name of the chinese empire which lasted around from two hundred bc to two hundred ad other four chinese characters means. Ina king in sound or king of Ina, but no one knows what Ina means and where it was. Then dispute after dispute or a dispute for a dispute, which appear to be rather meaningless. But the one aspect of this dispute is clear, that is to say that all the controversial ecologists pay no attention to the fact. That once the goddess named Inanna lived here in Japan, Inanna from Ina Basin, Nagano, Japan, now, or vice versa. It is a very sad thing to say that Japanese archaeologists think that all or the most of the cultures and civilizations in Japan came from the Asian continent through or via the Korean peninsula, about which I say here, masochism archaeology in Japan. Why not from Japan to China? Because once, long time ago, in Jomon period of Japan, Inanna, or the goddess of Shumail, lived here in Japan. And the goddess became the goddess of the whole world, especially in Babylonia, Persia She lived here with her grandfathers Enlil and, and Enki. I will prove it to be so in this video clip in the following video clip together with concrete evidence and with which you can know I am correct in this video clip. What is the gold seal? Who gave it to whom? this is the video about the mystery with my answer. okay, let's be back again to the mystery. did all the cultures and civilizations come from mainland china? is it correct? or am i a nationalist? nope. please don't forget that the period was much longer, which started over 20,000 years ago. then why not? As I told you, from Japan to China. Whenever I claim so, even the Japanese people would say to me, Don't be stupid, or you may be out of mind. Am I? When you watch the following video clip about Inanna in Japan, I'm sure you may think I am correct, together with the fact that. Japan land is a land for gods or used to be the homeland of all gods of the world. Then you wonder the answer about the mystery of who and when gave the seed to whom or you may get lost in the labyrinth of mysteries as ever. Why not you change your common sense and see the world as well as Japan from different points of view? Just take a look and compare with German Venus, a figure found in Nagano, Japan, with Istar in Babylonia. But remember that this is only a part of hundreds of facts I have found in the past, and I can show you more in the future. The important thing is to weave a unified theory out of these facts for the better understanding of our future. Jomon people are our ancestors. And you see Jomon Venus here in Nagano Prefecture, Japan. Also, a basin is here where Inanna was born and raised up. And this is Jomon Venus on your left side, and on your right side, you see Ishtar in Babylonia. They got the same helmet, same breast, and same shape of body is it just a coincidence so it's up to you how you think or whether you think it is a, just a coincidence or not but this similarity gives us the fact that jomon venus is star or inanna in Shemel in babylonia Please enjoy the following video. Thank you very much. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. From Kofu to the world, this is Jomon civilization. I say here that the Jomon civilization is the first civilization that fostered the whole civilizations of the world following. ジョモン・シラゼーション。ジョモン文明。ジョモン文明は世界第一の文明である。世界の文明を育てた文明である。ってことを言いますと、そんなバカなとかそんなはずはないというふうに思う人は多いかと思います。あるいは、林博士の頭おかしいと思う人は多いかと思います。あるいは、こういうことを言いますと、真っ先にそれを否定,否定してくるのが日本人だというのはとても悲しいことですね。 今皆さんにご覧いただいているのは、まあ、縄文文明がどのようにして世界に広がっていたかということを示すものです。中央に縄文文明,文明があります。まあ、世界の文明は縄文文明を中心として有機的につながっているということです。有機的にというのはですね、まあ、互いに共通点を持ちながらつながって、あるいは関連性を持ちながらつながっているという意味です。 で、皆さんに仮面の像を紹介します。その前に、これはセルビアの文化遺跡で発掘された、まあ、土グ像ですね。で、まずそれを皆さんにご覧いただいてますけども、この目が見てみますか。あの、女性はですね、椅子に座っています。そこに注意してください。この像もそうですね。椅子に座っています。三本足じゃないんですよ。三本足に見えるかもしれませんけども、椅子に座っています。 で、中央で足が二つ揃っています。そういう像なんですね。で、頭が三角。まあ、脇の下が大きく開いているとこ,と,と,ところに注意してください、まあ。人間は座ってもこのように脇の下に大きく穴が開くことはありませんね。今、まあ、右がその長野県の茅野市で見つかった、えー、仮面の像です、まあ。一見してはお分かりのように、これらの像は大変よく似ています。 と同時に、肩がですね、異様に広くて、カクンカクンと曲がっています。ここに注意していただきたいのは、角のところに穴が開いているという点です。よく見ますと、口のところにも同じところに同じような穴が開いています。で、肩のところにも穴が開いてるんですけども、仮面の女王の方は、くるくるっと、まあ、丸くなっています。そして、このお腹ですね、やや全体に盛り上がって、そして、ポコンと出てる、まあ、おへそですね。 もよく似てるっていうことです。まあ、脇の下に穴が開くっていうのはですね、人間は開きませんので、皆さんご自身でご確認ください。で、ついでですけども、メソポタミアでこんな像が、まあ、発掘されました。この女性の場合はですね、手を見ていただきたいんです。手がスーッと伸びて、あの、スタのように細くなってますね。で、なぜ私はこの像に注目したかというとですね、 あの、これと同じものがですね、長野県の井戸尻の広告館に飾ってあるからです。左は土器ということになってますけども、これは土器じゃありませんね。えー、道具です。頭は別のところにあります。そして手がくるくるっと曲がってますね。これで、この時の謎が解けました。これはあの、余談です。で、話を戻しますけども、シュメールのイナンナです。シュメールではイナンナ、バビロニアではイシュタールと名を変えます。これがイナンナ像です。 まあ、見るからに、レプタリアンという様相の顔ですね。で、同じ像が実は、奈良県の法隆寺にあります。この法隆寺の像と、えー、シュメールのイナンナ像と見比べてみてください。まあ、大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。というか、同じなんですね。下がシュメールのイナンナ像です。右が法隆寺の像で、 左がシュメルのイナナゾウです。この三者は、まあ、よく似てるというよりも同じですね。簡単に比較してみますと、目が、まあ、長くて大きいっていう点ですね。それから釣り上がっている。側面についているっていうところです。口が大きく裂けています。そして、鼻の穴も2つ離れてあります。コアラのゾウは同じですね。そして、特にあの首が太くて、首のカーブに注意してください。 同じだということに皆さんもお気づきになると思います。で、次に、縄文ンビーナスです。これが縄文ンビーナスです。同じく長野県の茅野市で発掘されています。で、右の方が、えー、バビロニアのイシュタールです。こうした像が、まあ、いくつか見つかってるわけですけども、バビロニアのイシュタール、すなわち、女神中の女神ということになります。 この両者を比べてみますと、両者とも頭にヘルメットのようなものを被っています。まさにヘルメットですね。ヘッドヘルメットって言いますけども、そして胸のコンセプト、同じですね。それから、上半身が、あの、大きく、まあ、膨らんでいると言いますか、太っているところ。そして下半身も大きく、太っていると言いますか、大きいところですね。そんなところに注意してください。そして、頭も比較してみますと、 この両者は仮面、すなわちヘルメットをかぶっているのがわかります。ハード型のヘルメットですね。そして目がつり上がっています。というような共通点、共通性を持っているということなんですね。これを私はつながりと言っています。で、パナマのバレル,バレルス、シチオバレル、 というところで、こんな像が見つかりました。これは、アタゴさんが教えてくださいました。で、検証したのは、続くビデオの中で紹介しますので、どうかご覧ください。で、このシチオ、バレジスの像も、やはり三角頭をしています。が、さらに細かい点を見ていきますと、鼻,鼻の先がですね、スーッとこう犬の鼻のように長く伸びて、つながっているのがわかります。そして、この目が大きい。 丸くて大きい目が側面についています。この鼻ですね。で、今度は正面で見てくださいね。同じような鼻だってことに、鼻と言いますかね、顔がだってことに皆さんで、目が側面についているってことなんです。同じだってことに皆さんもお気づきになると思います。これがですね、仮面の状と、まあ、同じというふうに見ていいんじゃないでしょうか三角頭で。 三角頭で、三角頭です。そして、まあ、それだけじゃないんですね。肩幅もやはりカクンカクンと曲がっています。人間は脇の下にはこのような空間はできません。V 字型の顔です。V 字型の顔、大変似てるというか、まあ、私は同じと見ます。そして脇の下が大きく開いています。中央は黒く見えますけども、あの、 元々の写真がそういう写真だったんですね。それをくり抜いてこうなったわけです。で、これが、先ほど見せましたイナンナ像です。やはり V 字, v 字型の顔してますね。みんな、その、イシタールイナンナは同じ顔だということです。日本、それからシュメール、バビルニア、みんな同じだということですね。で、仮面の女王の方も横から見ますと、やはり頭後ろぐグッと出ているのがわかります。 仮面の像は正確に、まあ、イナンナ像を模しているということになります。中央が敏感で白された像です。やはり同じような顔ですね。斜めから見た像ところです。V 字型の顔、V 字型の顔、V 字型の顔ということになります。これは偶然の位置なんでしょうかそれともそうではないのでしょうかそして脇の下が空いています。これは偶然なんでしょうかそれとも偶然の位置とは言えない 私は言えないと思いますけどもね。そして一番目が青森県の三内丸山遺跡で見つかった像です。やはり三角頭です。まあ、こんなところに共通性、共通点があるということですね。こういうふうに有機的につながっているということです。で、こんな埴輪を私は見つけました。赤ちゃんを抱いている埴輪です。今度はこの埴輪を、埴輪を見てください。 右が、えー、バリレスで見つかった像、あのー、ですね。やはり赤ちゃんを抱いています。この脇の下も開いてますね。そして、この赤ちゃんを拡大してみます。こうなります。そして90度左に回してみます。大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思いますし。 足がおかしいですね。これは人間の足ではありません。すなわち、この、この埴輪の神は人間ではないっていうことを、この埴輪は示しています。つまり、顔は人間の顔ですけども、お面をかぶってるんですね。で、ですから、まあ、目がくり抜いてあるわけです。こうして、まあ、並べてみますと、日本の埴輪と、えー、パナマの バリデスの像が同じであることに皆さんもお気づきになると思います。これから、これがインダスバリで見つかった像ですけども、やはり赤ちゃんを抱いています。そして肩幅がカクンカクン、肩がですね、カクンカクンと折れ曲がって、脇の下に大きな空間ができています。人間と比べて一本余計に関節が多いんじゃないかと思っています。そして共にヘッド、ヘルメットを被っています。マスクを被ってるんですね。で、縄文文明についてまとめています。中央が 三角頭の仮面の像ですね。そして、この仮面の像を中心に繋げてみますと、これがビンカの像。そして、えー、パナマの像と繋がっていきます。で、今度は、その、文化の像が三体このように並びます。あ、一番下はあの、ブルガリアの像です。ブルガリアでも発見されてるんですよ、皆さん。同じコンセプトですね。そして、下へ来てインダスの像。それからシュメールの像へと繋がっていきます。 そして今度は、えー、仮面の像から、アモリ県の三内丸山石、それから、貧海の像とつながっていきます。そして、シュメールのイ,イナンナ。それから、恒隆寺の像。そして、えー、ビンカイの像へと、あ、ごめんなさい、あの、パラマの像とつながっていきます。そして、下の像が、ブルガリアの像から、これが、あの、イナンナですね。いや、イヒタールですね。イヒタールと、それから、えービ、縄文のヴィーナスとつながっていきます。このように、えー 亀の城を中心として、それぞれの像がですね、有機的に、いわゆるその関連性を持って繋がっているということです。なあち、縄文文明というのは、世界の文明に駆んた世界の第一の文明であるという理由はここにあります。が、これだけでは皆さん多分満足なさらないと思いますので、もう一つ事実をお知らせいたします。まあ、こうして今皆さんに像、あの、こうした表を見ていただきましたけども、ここに、敏感、敏感、敏感という文字が出てくることに注意してください。 ヴィンカというのが何やら重要な意味を持,つ持っているように思われます。ヴィンカ遺跡がですね、日本の縄文文明と深く繋がっているように思います。ヴィンカというのはセルビアのここにあります。現在のセルビアです。セルビア遺跡です。このあたりはヴィンカ化というわけですね。 まあ、ギリシャの上の、上、上の方、北の方だというふうに思っていただければ間違いありません。そこでこのような像が見つかっているわけです。三本足じゃなくて真ん中で二本の足が束ねられています。このビンカーではたくさんの博物が、博物、博物があります。まあ、それをあの紹介したのがこの、まあ、公式の、まあ、ホームページです。まあ、ちょっとそれを紹介させていただきますけども、こうした像がこの敏感遺跡から発掘されているということなんですね。 で、この文化で見つかった、この女性像ですけども、この椅子に座った女性像と、それから、先ほどお見せしました、仮面の像と比較しています。まあ、先ほど簡単に称号しましたけども、もう一度見ていただきますと、この耳のところに穴が開いているところに注意してください。それから口のところにも穴が開いてますね。同じところに同じような穴が開いているということです。そして、肩のところは、まあ、 ビンカの方は穴が開いてますけども、そして脇の下には大きな空洞ができています。人間は繰り返しますけど、こんな空洞はできません。そしてこのおへそを見ていただきたいんですね。同じです。そして三角頭です。そして頭の後ろにポコンと出てる点も同じです。ただ、ンカの方は横、側面図が手に入りませんでした。そしてこの口を見てください。同じですね。で、肩も、 同じ幅で同じようなコンセプトでできています。が皆さんはこうおっしゃいますね。足が違うじゃないか。足の太さが違うじゃないかとおっしゃるかもしれませんね。ちょっと待ちくださいよ。同じビンカで実はこんな像が見つかっているのです。すなわち下半身だけの土偶です。これはまさしく歩行補助装置ですね。地上を降りてきたエイリアンたちは地,地球の重力には勝てませんでした。ですからこうした歩行補助装置をつけていました。と考えると納得できるわけですね。 じゃあ、日本の方はどうなんだってことになりますね。実は、まあ、その地の地からはほど遠くない、甲府の、甲府盆地の中で同じような土偶が見つかっています。これはまさしく、歩行補助装置ですね。こういうふうに考えますと、この両者は一致するということになります。そこでもう一度世界地図を見てください。日本がここにあります。日本に、まあ、この仮面の城があります。そして、えー、これがあの、あの、 像ですね。まあ今、今紹介した像です。そして右の方がパナマです。シュメールの像です。シュメールですねああ。バビロニアですね。バビロニア、バビロニアでからインダスと続くわけです。となると、どちらからどちらへ文化が伝わっていったかといとことをもう少し皆さん考えてください。ヨーロッパから日本へ来て前足伝わったのか、それとも日本からヨーロッパへきそして一方で前足伝わったのかということになりますね。ということを考えて、もう一度皆さん、 考えてくださいな私は言うには、縄文こそが世界の文明の中心地であったというのは、人とのこれも根拠になると思います。私こそがその証拠だと、この亀の情報が言っているように私は思います。いかがですか ?Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! で、結論ということになりますが、中央が稲ぼんちです。女神ミ、稲なが生まれ育った稲ぼんちです。 そして右上がチのシ、このコヒ小東というところで、縄文のヴィーナスと仮面の女神が発掘されています。私は稲ぼんち、イコール稲々と考えることについては抵抗がありましたけども、金印の中に稲国王と書いてあるのを知ったときに、偶然ではないというふうに確信するようになりました。そして日本人の多くはですね、 文明文化というのは中国大陸からやってきたと考えていますけれども、逆ではないのでしょうか日本で育った女神、イナンナ、そのことを知りますと、日本から逆に大陸へと文明文化が伝わっていったのではないでしょうかその証拠に、カン、イナ、国王という起因が残っているのです。イナというのはもちろん当て字です。 イナンナのイナなんですね。ですから、この金をですね、素直に読めば、文字通り読めば、官へ。イナ、国王よりということになるわけです。まあ、この先は、あくまでもなってますか、ペンディングということにしていきますけども、おいおい、その証拠を集めてみたいと思いますけども、こんな興味ある事実もあります。下が、滋賀島です。 金の発見された滋賀島です。上が卑弥呼の財宝が隠されていた沖の島です。その線をつなぎますと、まっすぐと吉野狩遺跡へと向かいます。これも偶然なんでしょうか何かしらその間には、また別の関係があるように私は感じます。ということで、金についての謎を考えてみましたが、いかがでしょうか 日本には何もなかったという大前提で物を考えるのは私はおかしいと思います。縄文文明がそれを証明しています。Thank you very much for your watching and see you again next time. Bye!